アジエタキャップもね、もう2年以上交換してなかったんで、そういえばこの際、交換しておきます。よし、クーラント入れて、電気もつないだんで、おそらくエンジンはかかるとは思うんやけど、もうかからなかったらどうしようもならんけど、とりあえずちょっとエンジンかけてみたいと思います。
今のところ大丈夫よね、はい。漏れはないな、クーラントの漏れが繋いだとこが漏れとったらちょっと怖いね。なんでちょっとやっぱ1時間2時間乗らんとわからんね、こればっかり。もうエンジンの方はまあ特にまあインマリ外してキャブオーバーホールしただけなんで、まあ特に何も変わりはないんだけど、はい。たくさんの方からね、アドバイスをいただいておる中でやっぱ一個気になったのはこのイグニッションコイルね、これが要は熱持ってるとか不具合を起こすとそういう症状になりますよっていう意見が結構あったんで、結構あったんやけど、今ついてるのって要は新品なんですよね。まだつけてからその2000キロも走ってない、今回のその車検受けるにあたって入れ替えたっていうか、まあ前回ね車検前のあのエンジントラブルで電装系は全部一通り新品に変わってるんで、コンデンサーはもちろんそうやし、まあ変わってないのって言ったら本当にオルタぐらい、あとはもうほぼ電装系は全部新品に変わってます。まあはっきり言って、新品だからといって安心はできんのが旧車なんやけど、はい、新品がもう完全に最初から初期不良というかの場合もあるし、相性っていうのもあるんやけど、イグニッションコイルがダメやったらもうエンジンかからんのじゃねえかなって思うんやけどね。まあその熱に弱いとかいうのもあると思うんやけど、あとデスビーとか、まあその電気系統がその熱によって何か左右するってなると何かあるかな、それこそコンデンサーぐらいしか思いつかんねやけど、そのコンデンサーはねそんなにそのエンジンの出力に何か影響あるかなっつったらそんなにないんじゃないかなと思うんやけど、まあポイントとかその辺もねまだ全然見てないんやけど、もう完全に僕はもう燃料系と決めにかかってるんで燃料系というかね、オーバーヒートって決めにかかってるんで、とりあえず水のやつを変えてから一個ずつやっていかんと何が原因やったかというのがわからんので、とりあえずこの状態で、まずはね、1時間2時間走ってみて、水温が上がらない状態になっ水温が上がらない状態になってるのかっていうのと、まあ、水温が上がらなければもしかしたら改善されてるかもわからんし、またそれとは別に問題があるんかもわからんけど、まあそれはちょっとわからんねんけど、まあとりあえず、この状態で一旦ちょっと様子見たいと思います。はい、30分ほど今アイドリングしてる状態やけど、今のところ水温は定位置にいますね、まあ、若干低いけど、これはサーモを71度やったかな、いつもよりも早く開くサーモに してます。まあ先日熊本からねレッカーでもてがいてきた車、同じ車とは思えんぐらい今んとこはいいよ。まだ走り出して10分とかそんなもんや、まあ、水温も水温がちょっと低い気もするんやけど、まあこれはそのサーモサットのせいやと思うんやけど、まあ水温が上がらないっていうことはまず僕が疑ってたパーコレーションの疑いはなくなるはず。もともとねこの車その L 型のエンジンみたいにパーコレーションするとかいう車ではないんで、キャブの下に排気がある L 型はねなんか熱がこもるんやけど、まあ、これは排気と吸気が別反対側にあるんで、今んとこは至ってスムーズというか何も問題ない。とにかく暑いです、僕が暑いです、もう僕がオーバーヒートしそうなぐらい、今日32度か33度ぐらいあるやろ。ちょっと梅雨が明けた感じやけど、まあちょっと中休み的な感じかな。めちゃくちゃ暑いね。
まあ、今回交換した部品っていうのは、要はアイマリの下のあの部品やね、それ変えて冷却の流れを良くしたっていうと、サーモスタット、あとラジエーターキャップか、まあ、それぐらいかな、変えたのはね。あとまあキャブレターもう一回見直したっていうか、ね、いろいろ洗浄したっていうだけ、何もしてないです。あとはまあプラグは一応あのつけるときに掃除してつけたんやけど、それぐらいかな。その他に原因があるとすれば、そのユーニションコイルが怪しいですよっていう意見が多かったんで、まあまた同じ症状が出れば次はあのユーニションコイル交換してみたいと思います。これその出るか出らんかっていうのはもうこれかなり一か八かやけどね、もう遠出するわけにもいかんし、ね、サーキットとかやったらぐるぐる回って不具合出たらピットインすりゃいいけど、遠出はちょっとやっぱ今のところできんので、まあ、近場でエンジン切らずに1時間2時間ぐらいちょっと走ってね、なんとかなるようなところの道路を走りながらちょっと対応するしかねえかなと思うんだけど、もう今までそういう走り方しよったけどね、大分とかにも行ってたし、武田から大分はね1時間ちょいかかるで往復してたんで、まあギリギリその不具合が出る直前でエンジン切ってたっていうことがあるんかもわからんけどね、なかなかその連続で2時間走るっていうことがあまりしないんで、1時間走ったら休憩するとか、まあ、そんなのが多いんでね。あーでも本当水温計は正常になりましたね、いい位置にいます。ちょっと低いぐらいやけど、もうこれこの位置やったらまあちょっと大丈夫かな、まあ、全くねこの走ってる分この30分以内1時間以内まだ要はエンジンがぬくもってないっていうかね、まあもういい加減油温も水温もマックスまで来てるはずなんで、ぬくもってる状態ではあると思うんやけど、何か不具合を起こすのが今からなのか、もう治ったのか、ちょっと定かではないんやけど、全然問題なさそうなんやかな今んとこね。添加剤でもぶち込んじゃろうかな。でまあコンビニ止めてエンジン切って、普通にエンジンかかるかどうかっていうね、まあ、そういうところへも見ておかんと。じゃあコンビニから帰ります。セル一発でかかるし、何が悪いの一体全体、この車はどうなってんの、さあマジアチや。エアコンのある車っちゅうのはいいけどね、エアコンのある車に乗るとそれはエアコン使うけど、エアコンのない車、まあないっていうかまあこれです、もともとはあったんやけど、エアコンがもともと効かない車は我慢できる。これ先輩とも、まあ散々車の中で話したんやけど、我慢できんわそんなもんって言うけど、この車がエアコンが効く車
で、エアコンのスイッチを切る、切って走るっていうのは我慢ができるんです。それはもう早くエアコン入れてくれって感じやけど、もうスイッチ入れたところでエアコンなんて出ない、あの冷たい空気なんて出ないんで諦めよう。窓全開で走るしかねえ。今の、この梅雨の時期中かな、もう梅雨の最中のこの晴れというか、日中が一番こう体力的に厳しいね。体力消耗するわ。もう汗半端ねえ。梅雨が明けて、要は湿度が下がればね、まあ、カラッとした暑さ、気温は上がるけど、カラッとした暑さになるんで、まあまあ、 あの耐えられるというかね、このジメジメした中の32度、これはマジサウナ状態。会長に走るってことは、もうそのゴミが詰まってるっていうことはちょっと可能性としては低いやろ。ゴミ詰まり、そのキャブ燃料ラインのゴミ詰まり。やっぱそのキャブの調整具合か、まあちょっと怪しいのはバキュームがちょっと怪しいよね。かなり僕間引いたんで、バキュームもう室内に来てるバキュームは全部殺してるっちゅうかね。もうエアコン室内に来るバキュームっていうのはエアコン関係だけなんで、吹き出し口を変えるとか、あとまあそんなもんかな、室内側に来てるバキュームで、あとその暖房と夏と冬でヒーターコアに要はクーラントを送るか送らないかっていうのもバキュームで、制御してるんやけど、もうそれももう殺してます。あとはそのメインのバキュームというか一番まあ肝心なバキュームというのはデスビに使ってる真核やわね。それはバキュームは生きてる、まあそれは間違いないんやけど、あとキャブにバキュームが2本刺さってる。これが何の仕事しろかがわからん。不圧でそのキャブになんでいるんかなっていう、ね、もう一個刺さってるのは、それはオートチョークでバキュームが使ってるんやけど、それとは別にね、バキュームが2本刺さってるところがあるんです。それが何の仕事しろかがわからん。特にダイヤフラムにつながってるとかそういうわけではなくて、もうキャブ本体に刺さってる。いや、もうこれ以上乗ると熱中症になるわ。もう帰ろう。ちょっとわからんな、この1時間ぐらいではトラブルが顔を出さないんで、やっぱ2時間ぐらいはちょっとぶっ通しで走らんと治ったかどうかわからん。何も変わってないような気もするし、まあ変化あったとすれば、これここ一本刺さってるのと、これかここ二本。キャブにバキュームホースが刺さってます。これとこれ、まあ、あとは、このデスビの、真核に使ってるっていうのと、
それぐらいかな、バキューム使ってんのは。ここがね、あのバキュームをその分配するっていうか、まあよくわからんねんな、このこいつが何のし、うん、仕事しよるんか。インマニからこうバキュームを取ってるんやね、これ、これとこれがインマニからあの負圧を取ってこことここに来てるんやけど、それからこう各所に行くっていう感じなんやろうと思うんやけど、これはねちょっと勉強せんとわからんす。はい、ちょっと軽く一っ走り行ってきたんやけど、あの本人がちょっとオーバーヒート気味なんで、早々に帰ってきました。まあそれでも1時間半ぐらいはあの走ったと思います。何事も、うん、問題なく、無事に帰ってこれました。まあ相変わらずっていう感じ、はい、トラブルが出るまでは何も異常がないっていうかね、特に問題はないんやけど、一回こう出始めるとちょっともう動けないっていう状態になるんやけど、まあ、それなるにはやっぱり2時間ぐらいはちょっとぶっ通して走らんとわからん。まあよっぽど体調のいい時じゃないとこの気温ではちょっとチャレンジできん。まあよくわからんんやけど、今んとこね、その、これはね、この1時間、2時間走らんとその症状が出らんっていうのは、まあ結構ね、あのネット上でもよく聞く話なんですよ。あの車屋さんに持っていくと治ってる。で、普段乗ってると調子悪いとかね。あの結構ありがちっちゃありがちなんやけど。あとまあ、あの意見もあったのも一つあったんやけど、あの雨の日に乗ってることが多いっていうかね、まあ、出来上がったのがちょうど梅雨に入ったぐらいからなんで、もうほぼ出かける時は大概雨なんやけど、あのそれでこう入っちゃいかんところに水が入って、あの不具合が出てるんじゃないかっていうことで、まあ、熱で乾いてからまた良くなる、でまた雨で濡れてから具合悪くなるっていう可能性も十分あるんで、あのまあまあこうやって晴れた時に試してみるっていうことですね。あのいろいろちょっと試してみらんと、まあ、こればっかりは分からんですね。はい、まあ、そんな感じであの頑張っていきますので応援よろしくお願いします。サンバの方も部品がちょっと揃ったんで、ちょっと暇見つけてね、ちょっと仕上げていきたいなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。